今回のお話は1つは医療職である個人として気をつけていただきたいことこのの中で感染予防の基本についてもお話ししますそして2番目に職場としてまあ皆さんの多くは管理者でいらっしゃると思いますしあるいはスタッフでいらっしゃると思いますので管理者職員の立場としてしていただきたいことについてお話をしたいと思います。まず医療職としては 何と言っても感染しないこととと感染させないことにななります感染しないことについてはまず患者さんから感染しないということがあります患者さんから感染しないことの中には COVID-19 と診断されている人あるいは疑いの患者さんに接する時にその患者さんからうつらないことそれから COVID-19 と疑われていない患者さんつまり無症状者かもしれない方からうつらないことがあります。 そして医療従事者間で感染しないこの院内感染の予防ということが大変専門職としては重要ですさらに皆さんが仕事をしていない時間通勤とかあるいは休日市中で感染してこないことも重要ですそしてまた気をつけていらっしゃると思いますがご家族から感染しないことも重要ですもちろんご家族の中には病院であなたが感染してきて家族に移して困ると思っている方もいらっしゃると思います 感染させないとということもまた重要です。感染させないためにまず重要なことは体調不良のととにには上長に連絡して休むということです。もちろんそれはただの「風邪かもしれません、えー、COVID-19 でないかもしれませんけれどもやはり体調の不良の時に出てくると免疫が低下してかかる可能性もありますしもちろん無症状者である可能性もありますので必ず「休んで」かつ報告する報告して休むということが重要です。 もちろんそのことが PCR 検査につながる場合もあります。そしてもう一つがとても大事なことですが、濃厚接触しないということです。たとえあなたが COVID-19 の無症状者だとしても、濃厚接触しなければそうそう,うつるものではないというふうに言われています。濃厚接触というのは様々な定義がありますけれども、例えば現在言われているのはマスクをつけずに1メートル以内で15分、 いるとそれがたとえ発症の2日前からでも濃厚接触者としてカウントされるということになっていますつまりどのぐらい飛沫が飛ぶとかの防護策飛沫感染エアロゾルの防護策をとっているかそれからどのぐらい近くにいるかそれからどのぐらい長い時間一緒にいるかここが重要になってきますそしてもちろんまあ稀なことだと思いますが体液に素手で触れるようなことがあれば濃厚接触ということになります ですからご家族の方とかあるいは咳やですね痰を出すような患者さんと接するときにはお気をつけいただきたいと思いますさあその中で今感染させないことについてはお話ししました家族から感染しないことについてもうちょっとお話ししておきたいと思いますやっぱり家族の体調も確認して適切に対応していただくことが一番です そしてご家族の方が、えー、とやむを得ず感染したあるいはご家族の方が感染が疑われる場合には、えーとまあ、出勤すする前に町長に報告して指示を仰いでいいいでたただきたいと思いますもしかしたら濃厚接触者として自宅待機をしていただいた方がいいかもしれませんしまたそのことがご家族の検査につながる可能性もあります。 さて、四番目の市中で感染しないということについてです。これについてはもう、さまざまな報道機関で言っているので、皆さん十分ご存知だと思います。ソーシャルディスタンスを取る、それから手子衛生をしっかりする。規則正しい生活をして、体調を管理していただく、ということになります。もちろん、三密を避けるとか、そういうことも関わってきます。さあ、そして、医療従事者間で感染しない。これはとても重要ですね。 これはぜひ職場で考えてて実行していいいたただきたいと思います例えば、えー、まあ今までスタンダードプレコーションでしたらあの仕事中でもですねマスクは必ずしもかけなくてよかったわけですけれどもマスクをかけるようにするということにしている職場はとても多いと思います。それから手指衛生の徹底ですねそれから教養物品とか環境をこれまで以上にに丁寧に整備することそれからやはり職場ですのでさまざまなミーティングが行われます。 カンファレンスも行われます勉強会も行われますそのようなミーティングでのまあ距離を置くとかマスクをかけるとかですねあるいは時間を短くするウェブで会議をするそのような工夫を取っていただきたいと思いますそして結構重要なのが食事場面です お食事の時はどうしてもマスクをかけていませんし食事中に皆さんでご歓談するとその飛沫が当然飛ぶということになりますしそしてそれが食べ物の上にかかる可能性もありますしまたおにぎりとかサンドイッチとか素手で食べることも増えます。もともと COVID-19 の一番初めの頃にも立食パーティーは大変危険だというふうに言われていました。で今や、えー、職場場における食事場面、 職員食堂の場合もあると思いますし休憩室で食事をする場合もあると思いますけれどもその時に気をつけていただくことになっています。私どももえ休憩室で食事をする というルールになっていましたけれども休憩室でなくて作業療法のテーブルを使ってもよかったり診察室のテーブルを使ってよかったりすることになっていますし病棟でも看護師さんも看護師さんの休憩室でなくてカンファレンス室でお食事をしてもいいとかそのようにルールを変えて食事の時の時感染をを防ぐように職場全体で考えてて合意をしていますさて、えー、次が重要な患者さんから感染しないということになります。 これににつついいいてては院内感染の基本についてお話をしたいと思います院内感染対策とても、まあ、全部お話しすると大変長いんですけれども基本的な2つですねスタンダードプレコーションと言われる標準予防策と感染経路別の予防法について大まかなところを復習したいと思います。